はい、皆さんお疲れ様でーす。暑いな。<laughs> 暑いな。<laughs> 6月、6月からもう猛暑日連発で、政府とか小池百合子とかの言い分が全部このなんかドバーンと吹き飛ばされてしまうような、このあの神様にあざけ笑われてるような、この連日の猛暑が続いてる東京からイクラがお送りします。どーん。暑いぞ。すごく暑いぞ。殺人的な暑さが6月から続いてて、まあ今日は4月の1日なんだけどさ、もうすごいんだよ。 暑いんだよ暑いんだけど私は割と平気ね <laughs> だからこれこれ使ってるからよもうこれこれを使っててで私ねまあ常時自転車こうつけてあ夏場をねつけてあってそれで予備に自宅とここの店とにこう予備もあるわけよでそれどうするのかっていうとすっげえ暑い時には日本差しにしてんのこの、えー、と霧吹きをそうでもしないと <laughs> 短んなくなるんでこれね えっと、普通これで30分ぐらい持つんですよ。だけど、あの、暑すぎるとバン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 吹いちゃうから、15分とかでなくなるわけ。そうすると通勤でも1本で間に合わない時があるんでね、うん。だからこれ2本差しにするんですけど、暑い時にはドリンクを2本差す人いる、いるじゃないドリンクとこっち全然効果違うよ。こっちの方が抜群に効くって。 あのね、こう飲んで汗をこう出してそれで冷やそうっていうのは効率がめちゃめちゃ悪いわけよ。これで汗をかいた状態に持ってっちゃうの。速攻で。すぐに持ってっちゃうの。それでさらに過剰に汗がかいたような状態にしてガンガン冷やすのよ。そうすると大丈夫。それをやっちゃえば大丈夫。 例えばさなんか暑い日に外に出てて熱中症でぶったれちゃう人とかはああいう人たちがねホースから水ジャージャー出て,てジャジャーとかかってる状態でそれで日向にいて熱中症になるかって言ったらな,らないでしょそのくらいにね水ぶっかけとくっていうのは効くんですよ。 で、プロのレースなんか見てると、こう、ボトルの水をこう、ジャーっとかけちゃったりとかしてるけれど、あれはね、すぐ水がなくなっちゃうわけ。まあ、あれは効果的なんですよ。あの、一瞬でこう、冷やすには効果的い。ザバーっとやっちゃえば、まあ、効果的っちゃ効果的。だけど、それで一発でボトルの水なくなっちゃうのね。うんだもんだから、これが一番私は合理的だと思うんですけどね。だけど、私はいまだにこれを街中で使ってる人を一回も見た時なくて、うん、びっくりするね。 びっくりして、で、今ね、私は、行動の、キングだよ <laughs> あの。私だけ異様に早くて、あと全員置いてかれるという。<laughs> そらそうだろう。暑いのに皆さんよく走るね。もうびっくりするよ。だからこれやれっての。 これやると大体平気だから。あとはさ、出る前に、水道に頭突っ込んで、ここ濡らしちゃってから行くってのもいいやな。そうすると、最初の15分ぐらいは残ってるかしら。15分ぐらいは冷えてるかもしれない、この辺が。うんだ、そういうふうにやるといいと思いますけどね。そのくらいにね、水ぶっかけとくってのは効きますよ。だからそれやりましょうよ。えっ、ー、と、マスコミなんかがこうやってる、なんだろう、熱中症になったら体冷やしましょうみたいなこと言ってるけれど、誤解産むよ。 あれ危険な報道だと思うけどね。熱中症ってね、ある一定のところまで行っちゃうと、もうダメよ。あ、元戻んないよ。熱中症でぶっ倒れて、で、その後体冷やしちゃって、体元戻んなくなっちゃったりとかします。脳みそとかが。やられちゃうの。やられちゃって元戻んなくなります。だから、やばいよ。実にやばいよ。やばいから、暑いところに行かないようにしよう。うん。で、えー、今日のお題。今日のお題は、うん、まあ最近あったことをぐだぐだ話しますわ。 なんかこの辺にあのいろいろあるじゃないいろいろあってなんか話したいなっていうことを適当に話していきますわ最近買った本「田タ端タ式トレーニング」タバタ式トレーニングって昔からあるんだよねだけどこのタバ「タバタ式どうたらこうたら」っていう本を私は買ってみたのは。 今回が初めてね。で、まあ結局読むと何なのかっていうとう、あれよ、あの、インターバルトレーニングが最高っていう本なんだけど、だから、そんなのは昔から言われてるわけじゃない私がレースガンガンやってた頃からそんなのは言われてて、で、そのためにはローラー台が必要で、ローラー台もできたら3本ローラーと固定ローラーと両方あるといいよね、みたいなやつなんですけどね。うん、これからインターバルトレーニングやってみたいとかっていう人は、ここれを <laughs>、 これ簡単ですよ。あのね、定価が円。税込みで1100円か。で安いし手短に書いてあるしこう,こう,こう字がでっかいの、ね、よ。で手,手短にパラパラパラってあのさーっと読むと20分ぐらいで終わっちゃう。やり方も簡単で単純ですんで何かやってみたい人はこれ一冊買ってみるといいかもしれない。でもこれだけじゃダメで固定式のローラー台が必要です。 固定式のローラー材がないとこれはダメ。3本じゃダメなのかっていうと、限界まで追い込むから、3本ローラーは危ないと思う。固定式ローラーがいいと思なんですね。もうフラフラになるまでこう追い込むから、えー、固定式ローラーがいいと思なんですかね。これだけで相当速くなります。機材に金突っ込むよりか、こっち買った方がよっぽどいい。<laughs> こっち買ってちゃんと実施すんなよ。実施すれば、普通に40キロとかが出るようになりますから。 ね。だって、還暦間近のこいつが普通に40キロ出してんのよ。で、大体私は通勤した時のトップスピードは46キロぐらいになってる場合が多いね。次行きましょう。あ、あ、なんだ。ここに幻のパーツ群があるぞ。うん。これは何なのかっていうと、世界初の電動梱包。あ、世界初じゃないな。うん。マビックとかあったからね。シマノとしては初の電動梱包。えー、ジュラエースの 7970シリーズだな。で、なんでここにあるのかっていうと、これを再度通販に出しました。再度通販出したってことはどういうことかっていうとね、前ね、セットで出してたんですよ。一式で。コンポ一式で出してたんですけど、それがね、通販分は去年で売り切っちゃったんだっけな リアルショップで売る分も先週売れちゃっていよいよ揃ってないバラのパーツしかなくなったんでまたこう通販にネット通販に出すようにしました。だから <laughs> 7級を今でも使ってる方で部分的に欲しいパーツがあったらね今がチャンス。 かもしんない。だって、あれだよ。<laughs> 売ってねえからな。売ってない。あの、中古はあるんだけど、中古のね、ヤフオクを落として持ってきたお客さんがいるんだけど、やっぱりね、なんか、線とかがさ、あっちこっち癖ついちゃってて、置かないんだよね。で、この7級だけはね、四芯なのよ。四芯で線が太いのよ。だから、扱いが下手な人が組んじゃうと、結構線を痛めちゃってて、うーん、で、え、え、みたいなところが。 ありますかね、うんだかまあこれ,これは7970ラストチャンスって感じねでここにあるパーツ音は何なのかっていうと私のメルクスが最初ペダルがねこれついてたんですよ9100がついててでその後4ミリ4ミリプラスのに履き替えて最近はなぜかタイムがついてるという <laughs> 謎仕様になってるんですけどね、うん、謎仕様になってるんですけど じゃあ結局タイムどうだったかっていうとタイムはねなんかね使い心地がグニャグニャしててやっぱりこっちに戻そうかなって <laughs> あの島野の,のパシッとこうパシッといく感じになれちゃうとどうも島野がいいかなって感じするねあと軸の出来なんかも島野に慣れちゃってると他社製のなんとなくあやふやに動いてる感じがどうも気持ち悪くなっちゃうんだよなうん。 だから慣れってのは恐ろしいねしっかりしてるものに慣れちゃってるとやわなものを乗ると何かこう気持ち悪くなってしまうというやつなのねで、えー、こっちはアマンダについてた74のペダルねで74のペダルなんで取っちゃったかっていうと一時さメルクスこれつけててでメルクスとアマンダを両方とも同じペダルであペダルじゃないシューズで運用するのに。 7八のペダルをつけてたのよ。あの7八のペダルに変えたんだなアマンダの方をね。だからこれが今取れてんだけどだけど今メルクスがタイムになっちゃったからな何をやってんだかなみたいな。ぐだぐだでしょうん。ぐだぐだなんだよ。わ私みたいな人間でもこうやってぐだぐだになるんだよ。<laughs> ね、でこのぐだぐだになったからって。 めげちゃいいけな,気に,しない気にしないで全身だよ。であれあれここにもなんかこんなのあるぞこんなの。こんなのあるぞこれ何だって言うとアマンダをさホイールをガバッとカーボンに変えたじゃないで変えてなかなか調子がいいわけですよあれが。で調子が良くなって。 そうするとさ人間ってのは本当アホだよななんかさ調子こいてくんだよこう気持ちが気持ちがふわーってきて調子こいてきちゃってポジションをいじりたくなった <laughs> いじりたくなってえっ、ー、とこれ,これはあの日東の「日東」 日東の定番ね M186STI っていうやつなんですけど、まあ、昔ながらの STI 用に設計されたハンドルバーなんだけど、えっとね、ドロップを小さくして、えー、ちょっと突き出しを長くしようかなって思い立ってこれは何なのかっていうとねこれも日東なのね日東のクラフトってやつで。 鉄です。ゴリッゴリリに硬い。だからこれ競輪選手なんかが使うらしいんですけどこれは NGS マークはついてないね、うん、だけどまあ確かに競輪選手が使っても大丈夫なぐらいにゴツゴツにこう硬いやつねゴリッゴリに硬いで仕上げがめちゃめちゃいいですよこ,こういうのなんかは多分手,手仕上げでこうやってるんでしょうけどまあ完璧と言って差し支えない仕上がりになってますねでお値段も結構高いんだよこれいくらしたっけ このガッチガチな感じがちょっと気に入ってて私はこれを使ってるんですけどねステムはガチガチでまあハンドルバーはほどほどの私使ってるんですけどねこの辺にあるのは何を言いたかったのかっていうと最近シマノのパッケージがこんなになっちゃってうん なんか、脱プラスチックみたいな感じでいるんだけど <laughs>、まあ、例えば、これなんかディスクブレーキのパッドなんですよ。で、きょ去年去年の前半ぐらいまでかなは、こんな感じだったので、こっちの方が分かりやすいわけじゃんこっちの方が。中がどういうふうになってるっていうのが見えてさ、分かりやすいわけじゃんでこう、こっちなんかな、中を開けないと、中がどうなってるか分かんない。あの、型番とかは分かりますよ。型番とかは分かるけど、パッと見で、あとかって、こう、分かんないじゃないなんか、あと勘違いしちゃったりとか。 同じようなこの型番でもノーマルのやつとチタンプレートのやつがあったりとかプリン付きだったりなんだかんだっていうのもあるじゃないだからそういうのなんかはこうパッと見でこれなんかわかんのにこれわかんないじゃん中開けてあ間違えたって入れるときにこのバネとかねピンとかを忘れちゃってみたいなことになったりとかするからさだからこういうのが果たしてねいいことなのか。 買い物行って袋が有料化ってやったのもなんだっけもう2年ぐらい経ったんだっけであれで脱プラスチックになったかっていうとなるわけないよね。なるわけないじゃない。ばっかばかしい。あの頃からですよ、流行り病があって、食事をデリバリーするのが増えちゃったからさ、デリバリーすると使い捨て容器ばっかりなわけじゃない。そうするとプラゴミが山になるんだ。買い物袋をちょっとケチっても、 なんかデリバリーのさプラスチックだけでプラスチックの山になってさあばっかじゃないとかあとは買い物行かないでアマゾンとか使うもんだからさ包装がまた山のようにそのプチプチとかが山ほど入っててでプラスチックの山みたいになっててさプラスチックが削減できてるわけないよなコンビニの袋を削減しましょうって言い張ってた連中は。 ああ、コンビニの袋がこんだけ減って環境によかったです。イエーイみたいなこと言ってるけど、あんなのさ、データの一部だけ持ってきて、自分たちに都合のいいこと言ってるだけだからさ。うん。本当本当に腐ってるな。バカバカしいよ。全くもってバカバカしい。で、これはスプロケなんだけど、中も紙,紙で覆うようになったのね。中も、中がさ、ビニールじゃなくて、紙で覆うようになったのよ。中まで。ああ、これは、 これはこう段ボールでこうやってやってあるのか。まあ、いずれにせよ、トラスチックを使わなくなりました。これは環境にいいでしょ、うみたいなのをアピールしたいんでしょうけどね。まあ、島のサイドとしても、大きい企業なんだから、世の中の動きに合わせてとかないとまずいな。あとは、株を上場しちゃってるからさ、上場してる会社っていうのは、まあ、やっぱり、全輪ぶっとかないとまずいよな、みたいな。前はこうだったのよ。前はこうだから、中が見えたの。中が見えて、今は中が見えないからさ、な。 やりにくい。うん、でこのパッケージが全部青になっちゃったのもこれもやりにくくなった一因なんだよねあの前はねこうだったのよこれは7級のデュラなんだけど昔はこうグレードごとに箱が違ったんだよだからグレードごとにこう整頓しとくと間違ったのがこう入ってればもう分かったわけよ。 あれこれも間違ってんなってなったんだけど今は全部青にされちゃって青とかさ最新はこ,れこういうふうになっちゃったから何が何だか分かんないわけだからいろんなの混ぜられちゃうと分類が大変なのいちいちこうやって型番をじっくり見てえー、っとえー、っとみたいなことになっちゃうのよ。だかもう仕事がどん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 やりにくくなるというミス,がミスを起こしやすくするように仕組みを作っちゃってるからこれ正しいのか間違ってると思うんですけどね おかしいよおかしな方向に行っちゃってる前輪ぶりたいからって面倒な方向に行っちゃっててだんだんやる気なくすねどんどんやる気をなくしているイクラがここにいるというがっかりだねうんがっかりですさっきも言ったけどさあちいじゃんあいからさ無理してなんかすんのはやめようよって私はつくづく思うんですけどこれ前も紹介したじゃないですかあのディスクブレーキなんかの温度を測ったサーモグラフィックカメラだっけこの iPhone に。 付けるやつね iPhone につけるサーモグラフィックカメラが今もこれいろんなことに使ってんのね例えばね自宅の東側に窓がバーンとうちあるんですよでそこにベランダがあってってなってるから朝日バンバン入ってくるじゃん。 毎年夏になるとすだれやるのねで今年も窓全域にこうすだれをダーッとやったんですよですだれをやると一気に涼しくなるのねやる前とやった後でど,どのくらい違うかっていうかあの部分だけやってそれとの違いをこうサーモグラフィックカメラで撮影して,ってこうやっていくんですけどそうするとどんだけ効果があってでなおかつそこにねエアコンの室外機があるから室外機の排気をどうしようっていうのなんかも室外機の排気のところにねすだれやっちゃうとやっぱダメなんだよね排気ができなくなって 室外機に負担かかっちゃうのだからそこなんかをどうするかっていうのをこれ,これで見てるわけねあとは自宅内の熱がこもってる場所どう,どういうふうになってるとかねあと換気扇を回した時にどう熱が逃げるとかあの料理やっててその熱ワーッと出るじゃん。ワーッと出たのをどこの窓を開けといて換気扇をバーッと回すとどう抜けてくるっていうのもこれで見るとわかる。 だから、あの、現代テクノロジーを使って問題はいろいろ解決できるわけですよ。だけどさ、私みたいなことを言う人間がほとんどいないっていうのが本当びっくりする、ね。だから、結局さ、解決してもらっちゃう困るから、ちゃんと解決できるようなことは、なるべく言わないっていうのが、まあ、現代の当たり前のことといいますか。だから、それぞれ皆さん言ってることと本心が違うんだよね。うん。例えばさ、 タバコ会社の役員はタバコ全員吸わないですとかさ、<laughs> あの、住宅メーカーの管理職以上で、その住宅メーカーの住宅に住んでる人は一人いませんとかさ、<laughs> あの、保険会社の人は保険入ってんのかっていうと、保険会社の人は保険に入ってないけど、人にはんめるみたいなことになったりするわけじゃない <laughs> 口で言ってんのと行動が全然合ってなかったりするわけですよ。で、それが当たり前になっちゃってて、大衆はそこのところに注目しないんだよ。言ってることにばっかり注目してて、その人のやってる行動には全く注目しないっていうかさ、隠し者っていうのな、みんなな。住宅メーカーの 経営陣ずら住宅メーカーだったら住宅メーカー自分のところの住宅メーカーの住宅に住んでるのかっていうと住んでなかったりだか都市部だから私はマンション住んでますって言うんだったらじゃあ自分の親戚たちで田舎の方にいる人たちはどうなのかっていうとその住宅メーカーの住宅に住んでるかっていうと住んでないわけじゃん。<laughs> あとはさ ちょっと売れなくなった女優たちがさ美容用品とかの CM やっててそこでなんかこう,こう顔にペタペタつけたりとかこうやってるわけじゃんあと体操をやったりとかさそれを本当にリアルやってんのかっつうとやってねえわけじゃん言ってることじゃなくて行動で見ようよっていうのが私の言い分なんですけどねうんだから騙されたくなかったら行動を見ることですよ 行動ミィアさ、それは本当のことなのかどうかが見えてくるわけですからね。えー、さっき私、あの、すだれやったって言ったでしょ。で、私住んでるマンションは、普通に、こう、平らって言いますかね。長方形のマンションなんで、えー、全世帯が東側に大きな窓があるわけですよ。で、すだれを全面にバーッとこう、展開してるのは、私の家だけです。いいくらけだけ。 あとはね、部分的にこうやってる家はあるんだけど、うちみたいに全部ガバッと覆っちゃってるうちっていうのは毎年ね、うち一軒だけです。だからこういうのをさ、見てもさ、いかに皆さんエコに興味がないのかっていうのがよくわかるよ。す <laughs> だれやるだけでさ、あのエアコンの機器がまるで違う、まるで違うっていうかね、窓ガラスがこう変わるのよ。窓ガラスのさ、部分的にこうすだれやってるところと、 日が当たっちゃってるところのこう窓ガラスを触るだけで全然違うよ。ガラスにこう触ると。そのくらいに効くんだよ。すだれを下げるだけで。でそのすだれいくらしたかっていうと、多分1枚1000いくらだよね。1枚1000いくらっていうのをうちは4枚こう垂らしてんだけど、それだけで抜群にさ窓から入ってくる熱を防げるのにそれをやらない。で、エアコンをガンガン回す。間違ってるべ。<laughs> 間違ってるべ。単純に。 まあ、すだれいくらしたんだろう ?1500 円としてそれ4枚とすると6000円じゃない ?6000 円を多分ワンシーズンでそれ回収できちゃうよ。エアコンあんまり使わないから。で、エアコンガンガン使わないからエアコンの持ちも良くなるじゃない でそのすだれ何年使えるかっていうと暑い時以外は取っちゃってこうくるんで保管しときますからねだいたいね10年使えるきちんと乾かしてこうちゃんと保管しとくのよ10年でだいたいボロくなってきて捨ててんですけどそうすると6000割る10だからさ600円じゃんたった600円だよたった600円で快適な生活ができて省エネでってなってんだけどうち以外誰もやらないなんだかなだなでささ今政府がさ 節電しろなのんんだだか言ってるじゃんエアコンの設定がこうでとかああでもないこうでもないって言ってる,じゃん言ってるけど言ってる割に電気自動車とか言っててさバカかバカかで原発はごかしませんとかさ判決原発を動かす動かしちゃあかんみたいな何言ってんだろうなもう何言ってんだかさっぱりわかんない。 <laughs> はい、さっぱりわからない世の中をこうぐだぐだ言ってるイクラはなんとカナダにマジで行きそうな感じになってきちゃっていよいようんカナダに行くのかなラブレターフロムカナダなのかなとか<笑><笑>英語喋れないのにどうすんだうんまあそういうのはねどうにかなるんだよ、うん、いつもそんな感じインドにね旅行行った時もねあれ10日間ぐらいしってたのかなあのインドってね言語がね公用語が20ぐらいあるのよだから言語全然通じないの全然平気 <laughs> 全然じゃないんだけど まあ平気なんですよどう、どうにでもなるんですよ、どうにでで、もなるんでだから私もカナダ行っっててもままあどうにかかかななるとか、えー、思っております。カナダ行きの件に関してはまあもしかしたら早いと今年の終わりには行っちゃうのかもしれないんですけどど,どうなんだろうねまだ五分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 って感じですけどね、えー、また進展あったらその件は、えー、お話しします。あのこ,こうやってど,どん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 ねパ,パーツがあの発注したパーツがじわ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 こう入ってきてます。 じわ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 入ってきてて、この辺も今パーツが山になっちゃってて整理してんですけど、というふうにね、私も頑張れるだけは頑張ってますんで。あとは、リアルショップでね、暑いからもう秋にしようよ。あ、そうだ、あの、今年の夏は、ちょっとなえ長めにお休みいただきます。大体いいね、2週。 時間ぐらいお休みいただくつもりでいますので、えー、すぐあのカレンダーの方をアップしますので、えー、そちらをちょっとご覧ください、はい、ではまた次回暑いからあまり出かけないだろうからこの7月8月と動画の方頑張りますのでよろしくです